来週からはこの夏物の夏の礼装ということでね、炉色無地と炉の付け下げの会をさせていただきたいと思っております。はい、なので今日はそのどんなものがあるのっていうようなのをね、また皆様にお目にかけていきたいと思っております。はい、こんにちは。先ほどはすみませんでした。なんか急に暑くなりましたね。なんかもう今日はねちょっと雨が降っているので、4月かなっていうような感じなんですけれども、もう昨日まではもう私ろう着てても全然平気だったもん。それでちょっとね皆様に、私が今どういうジュバンを着ているのかっていうのだけまず始める前にご紹介させてください。私が着ているジュバンは今日はこれだよ。これはねロナンです。ロナノでもね、こうやって着ている分にはこれだけ色が濃いとロに見えないでしょ。だからもうね暑さ対策しょうがないから、もう一重の襦袢でも私は暑いのね。だからこういうロの色付きの襦袢を着て、で襟はもちろんね冬の襟をつけて暑さ対策をして着ています。まあね、もうこれだけ陽気が違ってきちゃってるから、でもだけど白の炉の長襦袢をもう早々と着ちゃってる人いるじゃないですか。あれはねちょっとやっぱり見えるよ。だからそこはねちょっとこういう色付きのもう炉の下に着る炉じゃないの、一重とか合わせとかの下に着る炉、そういうねお襦袢もたくさん染めています。今日そっちの方をご紹介し始めちゃうと話が違ってきちゃうからね。だから、オンラインショップなんかを見てください。来週時間が取れたらそうどういう炉があるのっていうような炉の襦袢のお話も少しはしたいと思います。今日はね来週のから始まる、夏の礼装炉色無地と夏の炉の付け下げということで、花火さんの新作をご紹介していきたいと思います。それじゃあ始めます。炉の色無地で全部でこれ何色あるんでしたっけ。今回これ全部で何色あるんでしたっけ。相当の量がありますよ。約30色だそうです。ただしね、単物が各1とか2とかぐらいしかないのよ。これはちょっと染め方のね問題で、その染め技法についてお話ししていても何なので、まず今ご覧いただいているのが2、4、6、8と10色、これいわゆるスタンダードな皆様にがよく、こういうのありませんかっていうようなお色目をご紹介していきます。これまず藍白系ブルー系ね、ちょっとね色がなかなかなんだけれども、これは綺麗なブルー、です。ちょっとグレーに映っちゃってるのがあるけれども綺麗な水色です。この水色だけで今回この微妙に違う4色が用意されています。本当にねちょっと色がわからないんだけれども、こんな感じの水色ちゃんのお色目がちょっと派手なブルー、それとスタンダードな藍白ちょっとグレイッシュな色の水色が4色ここにありますね。それから薄富士紫ね、ちょっとこうやって話す方が見えるのか、薄富士があって、薄富士系は1色、そしてピンク系、皆様に一番こうお問い合わせというかお選びになる方が多いピンク系が3色あって、タンオ卵クリームのようなものが2色ございます。ここら辺のブルー、ピンク、そうクリーム系、ここらが皆さん夏のね色無地ではよく お選びになる方が多いとてもスタンダードなこのお色目に対して、こちらの方こうもうちょっとね象牙色だったり象牙色とか、あと灰白ね、薄根津だったり、
あと長寿系のもうちょっと淡い色、これね、象牙色とかそういうようなこの淡いタッチのお色目のぼかしのご用意もあります。あらゆる着物ならではですよね。西ローヤ、今9色あるのかな、この淡い色、夏ならではだし、もうこんな淡いのなんかもう証券だったら怖くて怖くてさ。でもやっぱり最近多いですね、こういう、淡い白っぽい全体的に、まあ淡いトーンでまとめられる方、夏はねあんまり色数をたくさん入れない方が私は涼しく見えるよって思っているので、こういう白っぽいベースのトーンでお選びになるのもいかがでしょうか。来週ね、こんなね30色もねあらゆる色の、色無地出してるところは絶対ないと思います。ただしもう1単ずつ2単ずつしかないので、ここで見たけれどもって言ってなくなっちゃったらごめんなさいね。それと今回こちらが逆に濃い色系ね、この下に白の襦袢が透けて見えたりするのも素敵ですし、真っ白い帯が映えますよね。そういうこう濃い色系、また夏にはね、あのお盆とかがあって法事とかにも着ることがあるの、そういうような方々、こういう深いあの紺だったりちょっと紫がかったり紫紺だったり、濃い濃いネズ、チャコールグレーね、墨黒のようなお色だったりというようなのがはいかがでしょうかね。夏にキリリとしたお色目の色無地というのも素敵なものでございますよ。それとこれがね、 どこにも入らないなと思ってまとめたものが5色、こういうようなお色目の展開で約30色ぐらいのあのご用意をして、もうね洗えちゃうでしょ、夏ぐちゃぐちゃの帰ってきてもね、あのシャワーでポンって浴びる前に洗濯機に放り込んでいただいたら洗えてしまう、こういうね一つもん付きってやつね、色無地、あの一つもんを背に入れて仕立てられてはいかがでしょうか。来週のクーポンはその通常1万1000円のご問題が5,500円、半額クーポンというのを出しますからね、来週月曜日から土曜日までの特典として、半額門の半額クーポンを出しいたします。全部でこんな感じに、色無地これだけのものをお揃えして皆様お待ちしております。そうそう、うちのね炉はね炉ちりめんっていうのを使っているので、まあ7、8のコマ炉だけよりももうちょっと長いかもね、6月の半ばぐらいから9月のかかりぐらいまで着れるのがこの炉ちりめんのいいところだと思います。着やすいしね。はい、じゃあ色無地の紹介はここでおしまい。さあじゃあ次いきますよ。付け下げです。付け下げはね全部で30点ぐらいのご用意があるんですけど、それをちょっと全部やってるとあのお時間的なこともあるので、今日はそのうちの18点、半分強ねをお知らせしていきたいと思います。これは色紙、こういうね切り箔が、流水取りのような感じで染められている、うちのは全部手染めだからね。でこれ生地はね今からお見せする 7は、変わりたてろという生地です。変わりたてろっていうのはこう、ね、横のロメじゃなくてこう縦ろのね、そう分かりにくいかな、縦ろの、ロの目になっているので、どうでしょうかね、横ろって言ったらどうしたって7、8だけれども、この縦ですと6、7、8くってそんなに透けてないからね、着ていただくださいねって言っている、ちょっと着用期間が長いのが魅力の変わりたてろです。もう黒紫のような色に色紙の流水取り、はい、それとこれは
一度グランドを地染めをしまして、あの線筋に地染めをしましてね、陰影をつけて、その上からこの宝尽くし、紐と宝尽くしを染めました。まあ紐ね、身を守るという縁起の良いものでございますね。それに宝尽くしをこうあしらったものがございます。お値段は25万のものと28万のもの、税込みお仕立て代、込みのお値段でございます。それとこれはさっきの、色紙チラシの流水取りに対してこう山裾のような取り方をしている色紙チラシの、付け下げです。これね、ちょっと色が多分今グレーに、私のスマホではグレーに映ってるんですけれども、とてもとても綺麗な、藍白です。ブルー系の色です。ちょっとね、なかなか分かりにくいんですけれども、もう裾の模様にね、これだけサラサラサラっと流れているだけっていうのは、とてもシンプルでね、着回しのしやすいものになるかと思います。次、こちらが墨絵のすがきとね、墨濃淡で描いたすがきというものです。通常ね、友禅っていうのは糸目を引いて、で友禅その中にを彩色していくんですけれども、これはその枠取りにされるところのね、糸目がない、だからすがきで描いた、もう本当に手書きならではのね、ものですよね。それまあ、ちょっと普段これは付け下げ礼装っていうよりも、ちょっとカジュアルな感覚で、シャレ感覚で、着ていただきたいような墨絵の、付け下げでございます。こちらはちょっとモダンな感じですかね。紺色なのね、このベースになっているのが紺の、線筋に白揚げで唐草を染めました。こういうふうにね、白揚げの部分も下の線筋が拾っているので、なんかね、こうパッキリしないの、逆にね、優しいタッチの同系色ので描かれたような、あの唐草になってますね。それとこちらがちょっと緑がかったお色目です。緑がかったお色目の、御三の霧、霧御三じゃないか、ごめん、霧との文様ですね。霧の文様、このここが永遠の輪つなぎで、中には能衣装もした友禅が施されています。シャレ感覚の、付け下げですね。変わり立てろというのを使って、6、7、8くって切れるような生地に施されています。手書きでね。お値段は25万と28万のものですね。それからこれが変わり立てろの最後、まあ、もうちょっと現物はあるんですけれども、まあ、お時間の関係で今日は抜粋してご紹介していっています。濃い色にね、これは何なんだろう、波ですかね。波頭が縦枠状に染められている感じだと思いますね。かっこいいよ、こういうの。まあこれで白い帯をしてかっこよく夏にね、もう洗えちゃうからね、全然汗かいてもへちゃらみたいな感じで着ていただいたらかっこいいなって思います。はい。で次に炉に入っていきますね。やっぱり礼装らしいですね。夏の礼装らしい、もうスタンダードな炉ですね。これは、ピンク色にね、ちょっと青みのあるピンク色に宝尽くしが染められています。日本の宝物ね、もうこの頃なんか傘とか軍配とかね、巻物とかもみんな宝物だったんですね。その宝尽くし模様が染められているんだけれども、まあ見てご覧の通り、あまりこう派手な色をね使ってないですね。グレイッシュな
グリーンとかグレーとかそういうようなものを使っているので、かなり大人な感じに仕上がっていると思います。はい、それとこれは徳さすくすく伸びる縁起物ですね。この徳さの付け下げ、まあ付け下げらしい付け下げの付け位置でしょうね。これね、横にね、あんまりこうつながっていなくて、とても付け下げらしい付け下げだと思います。この徳さも手書きでね、これもすがきですね。すがきで染められている徳さです。これは今のね、徳さにこう真逆に結構こう妻の位置もしっかりと高めまで上がっていて、華やかな、とっても華やかな黄色系のねお色に染められています。立花ですね。こうスーッと伸びやかな枝ぶりが描かれている絵です。それとこれは、かなりちょっと赤みのある茶って言っても赤みのあるココア色のようなものに、水と、足すすきなど水辺の風景が涼やかに描かれています。まあこういう夏の冷蔵にね、炉の門を一つ入れて、そうすると、まあ、訪問着じゃなくってももう十分な冷蔵になると思いますね。夏ですものね、で次 の, あのクーポンは来週のクーポンは、その抜き門を半額クーポンお付けいたします。通常1万1000円のクーポンが門を5500円で入れられるクーポンをお付けしております。 LINE の登録とかメールの登録とかで案内状を受け取っていただいた方、そこにクーポン付けておりますので、もしあれまだなんだけどな、そのクーポン欲しいな、色無地作りたいなと思ってくださった方、どうぞLINE とかメールとかで着物花房のホームページから簡単に登録をしてください。そうしましたらそのお得なクーポンついてね、ご案内状がいきますからね。でこれは尻尾つなぎですね。尻尾がずっとつながっている、尻尾っていうのはこうどんどん途切れることなくつながっていくというような縁起物でございますね。これは、ピンク色に淡いぼかしを施して、その中に白揚げの尻尾が、小さい尻尾を入っております。とても可愛らしい感じの付け下げだと思いますね。それとあ、ごめんなさい、こっちでしたかね。はい、これが夏の新作になるんですね。これが夏の新作になっていきます。今年のね、また新しく染めてみましたね。ピンクに松、白の松が白揚げになっております。これもかなりシンプルな、大人かわいい感じのものになったと思います。このピンクはさっきの尻尾とかのピンクよりももう少しこっくりしたちょっと濃いめの色のピンクになってますね。今その違いまでは出ないと思いますけれども、白揚げのピンクで、それと次に、定番、うちの定番柄ですね、この波の模様ですね。波模様の付け下げ、これね3色作っちゃった。どれぐらい私が好きかっていうと、それぐらい好きなんだよっていう感じで、同じ模様で、3色作りました。これが銀ネズ、かなり白っぽいグレーにこの波です。女らしいと思いますよ。すごく上品、茶道の方なんかはねもうこれ、上品におとなしく着こなしていただけるような柄だと思っております。これがブルーベースのね、まあ、本当になかなか色がお伝えできないのが残念ですけれども、ブルーに白の波が爽やかに染められています。そしてこれが、
ピンク地、ピンク地の波、このやっぱりね夏にはとてもこう定番というか好まれる柄なので、今年は各一旦ずつですけれども、3色の色違いをこちらで染めさせていただきました。そしてね、最後にこのちょっと私にしたら冒険かなと思うような感じの白茶に青もみじ、流水のねこう川の流れの中にさらさらと流されていく、青かえでの様子を染めました。これが白茶色と、それともう一つがこのブルー、綺麗なブルーに紫、黄色、グリーン、こう結構はっきりしたお色で染めました。夏ですからね、これに白の帯とかしたらすごく素敵だと思いますよ。ちょっとね今までの優しい作風とは最後の2点はちょっと変わった冒険で染めてみたのがこの2つです。はい、じゃあ今日もたくさんの方見ていただいてありがとうございました。来週月曜日から土曜日まではこの夏の霊装と称して色無地とこの付け下げをご用意して皆様方をお待ちしております。その時の特典クーポンは、1万1000円の抜きもん半額5500円クーポンをお付けいたしますので、どうぞ LINE やメールで、登録をしてクーポンゲットしてからいらしてください。まあご予約に関してはしてくださる方もいらっしゃるし、してくださらずにもうちょっと見たいわっていうだけだったらどうぞどうぞお気軽にいらしてください。ただね接客できる人間がまあ2人しかいないので、まあ、もし重なっちゃったら予約してくださってる方が優先ということになってしまいますね。私がね接客するのがね、まあどうぞご自身のご希望に合わせていらしてください。はい、じゃあどうもありがとうございました。じゃあね、バイバイ。